こんばんは、こんばんは、コーナー始めます。色メガネのトミー、布垣美希子さん、ユキング、棚中シーラットマグフッピョーシカズッピ、提督の亡霊、白メガネのトミー、こたつ猫リュウト、モントバーパルク、大阪広し、大阪のあがらの人、サッチー、スマバラッキー、リョーゴ45、ミツクのトマグフッピョーシ。ケンヨンパチ、こんばんは、呼んで呼んでコーナー始めます。ドリームパスポート、所沢浩二、みそ大吉48、ぴょっぴつ、よしきゅん、みやん、そのしまっくま、キャイズ、みな、あちこ、トマトマーク、みな、みくろん、ひらの先生、野垣みきこさん、ボブよしお、たなちゅう、はたしゃわお、みかん、適度にきくっち。こんばんは、広島県出身、21歳のふっぴこと藤本彩香です。今日は青春ガールズ公演でした。ありがとうございました。昼公演ね、初ふっぴ初見惚れてしまいました。いえいえ、ありがとうございました。2回公演でした、青春ガールズ。明日は練習して、明後日また手をつなぎながら公園に出ます。ちょっと今日は予約を入れれなかったんですけど、もう今日で毎日アイドル終わろうと思ってて、もういいかなと思ってたんですけど、なんだろう、なんかやっぱりやろうかなって思いました。やっぱりなんだろうな、こう、そう、みんなもさ、なんかあると思うけど、やっぱりなんかちょっと なんて言ったらいいんだろうな、私は皆さんに笑顔を届けるアイドルになりたいけど、私を見ることによってイライラさせてしまったりとか、その腹立つとかさ、なんだろう、それは何にしてもなんだけど、公演のダンスができてないから気分が悪いとか、そのなんだろう、なんか傷つくことも、まあ芸能人だから、芸能人っていうほどのものでもないんですけど、やっぱりこういうこのお仕事は結構特殊で、応援してくださる方もいれば、そうではない人も出てきているから、調べないようにしているんですけど、やっぱり見えちゃうこともあって、昨日何があったかっていうと、カープのテレビをショールームを切って見てしまったんですよ、私がね。まあでも本当に悪かったなって思ってるし、ごめんなさいって思ってます。そう、ショールームは開始してすぐ切っちゃって、一旦ねカープを見てしまったんですよ。そう、それで戻ったんだけど、やっぱりなんかそれは自分でも反省してて、そのごめんなさいって本当に思ってます。だけど思ってるんだけど、そのね、その悪いことは悪いっていうのは全然いいです、私もね。だけどその一回で私の性格とか、このこういう子なんだって人格とかを否定されると辛くて、悪いことは なんか直したいし、その
そう、前もカープのことをなんかすごい熱く語りすぎちゃったところがあるから、そう、なんかだからまあ言われて気をつけようって思って、最近はすごい気をつけているし、だから悪いっていうか、まあアイドルになってその半年、もう半年っていうのかまだ半年っていうのかは人によっては違うと思うんですけど、まだ半分半分みたいなところがあって、だからみんなに愛されるアイドルになりたいから、あのみんなに愛されるアイドルになるためにダメなところはダメって言ってほしいけど、その1回のこうもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうところを見て、なんか私のこと嫌いになったとか見ててイライラするとか言われると本当に辛くて、だからあの言われて直すから本当に、だからそんな全てを否定するようなことを言われるとあの辛いから、あのあのをつけます、ごめんなさい。そんなアイドルとしてみんなに愛されるアイドルにどうやったらなれるかっていうのを、あの全員が全員好きってあの言うのは絶対にこの世界は難しい仕事で、だけどやっぱりあの私もね、みんなもそうだと思うんですけど、やっぱり一人の人間としてあの普通に、なんだろう、これはアイドルとかアイドルじゃないとか関係なくて普通に傷つきます。まあ、ダンスとかも最近は公演によく出れるようになったけど、それでもやっぱりあのちょっと見ててなんか嫌な気持ちになる人もいると思うんですけど、毎日必死に練習頑張って、みんなも9期のみんなはそうです、あの頑張ってない人いなくて、みんなね頑張ってて、本当に公演に今出れてない、あの怪我をしてて出れてない子とかも、公演に出てないから頑張ってないわけじゃなくて、みんな頑張ってて、それをみんな知ってて、だから一回のあのちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうことで、なんか全てを否定されるとあの辛いので、だからダメなことがあった時には教えてほしいけど、ちゃんと直すから教えてほしいなって思います。そこをもう一回そういうなんだろうな、ショールームの途中で切らないとか、もう切らない方がいいんだよって教えてくれたら、もう次からやんないように気をつけるから直すから、だから私の全てを嫌いになったような言い方をされるとあの辛いから、そうしてほしいなって思います。それで今日毎日アイドルもうやめようと思ってたんですけど、でも応援してくださる方とか、毎日できるまでせっかくなら続けようねって言ってくださる方もいるので、ギリギリまで悩んだんですけど、今日は配信することにしました。あさっても手をつなぎながら公演があります。まだ2回目です。だから
手をつなぎながら公演はスペインにとって大切な公演で、ファンの皆さんがすごく思い入れのある公演っていうのも分かってます。その中にまだ2回目の私が出ます。とても緊張します。だけどダンス下手なんですけど一生懸命に頑張ることはできるので、めっちゃ笑顔でめっちゃレスして楽しいって思ってもらえるような公演にできるようにまた練習頑張るから、だから温かい目で見ていただけたら嬉しいなと思います。ダンスももっともっと頑張るから、頑張るので、今は気持ち悪いダンスしか踊れないかもしれないけど、こいつ分かってんのかって思われるかもしれないけど、自分が一番よく分かってるけど、でも気持ちだけは踊れてないって思うのはやめようって思ったりとかして変えるように頑張ってるから、だから最近は表情明るくなったねって言われたりすることも増えて、だからそれだけでも頑張るから、そうダンスもなんか結構メールの返信とかでこう下を向いちゃってることが多いよって言われたから、下を向かないように髪の毛で顔隠さないように気をつけて踊ったりとか、言われたことは直せるように頑張っているので、一回の失敗で全部否定されるようなことをまあ辛いです。ゆっぴーさんはみんなに笑顔を届けたくてやってて、昨日配信を一回で切ってカープ見たのも全然悪気がなくて、何人かの人がやってるよって言われたから、その言葉に甘えてしまって、ファンの人のことを考えてないとかではないんです。本当にファンの人のありがたみがわからないアイドルなのかとかそんなんじゃなくて、ファンの方が大切に思ってるし、ファンの方を大切に思ってます、ちゃんと。ショールームもお仕事だから本当に、だから全然ね、ファンの方の気持ちが考えられないアイドルとかじゃないです。それは分かってほしいです。そうやって勘違いされた方がもしいるのなら違うよって言いたいけど、でももうなんだろうな、そう思います。そうだから言われたことを直せるように頑張って、100人が100人全員に好かれるアイドルっていうのは、そんな世界中何人もいたらそれは違うと思うけど、でも今応援してくださる方の中には、の人には好きでいてほしいからなって思います。だから今度からショールームブチって切ったりとかしないから、そういう人間だと一回で決めつけられちゃったりとか、アイドルになってるのに見てるとイライラするとか言われちゃうとやっぱり傷つくので、人としてね、別にアイドルだからとかじゃなくて人として、だからうん
直すので、そうだから昨日の許せとかそういうあのそういう配信をでいそういうことを言いたいんじゃなくて、そのダメなところは直すから全てをその一回でしてしすぎないでほしいなって思います。もっと頑張るからね、あの応援してほしいなって思います。私はそうなんか傷つくことも増えたから、あんまりネットで自分の名前とかを検索しないようにしてるんですけど、やっぱりね見えちゃう部分もあってみたいな、なんかファンの人同士もなんか言い合ってたりして本当に悲しいなって思いました。エゴサというか、あのブログとかやっててそういうので返信を書こうと思って、そしたらたまたまそれでヒットしちゃってとかもあって、やっぱりだからね、あの直すので応援してほしいなって思います。本当に自分のなんだろうな、本当になんかコメントもたくさん拾ってなんかよく感情子供だねって言われるんですけど、言われた通りに何でも結構しちゃうところとかもあったりするので、もうちょっと大人になりたいなって思います。まあこれは私が悪いので全部、はい、あの方は何も悪くないです、私が悪いです。もっとね皆さんに愛されるようなアイドルになるように頑張ろうと思います。はい、毎日アイドルは今ここに来てくださってる方はきっと毎日アイドルを望んでると思うので、できればやりたいなって今は思っているんですけど、そうだな、ちょっと考えてしまう時もあります。ありがとうございます。ということで今日は私の反省のショールームでした。ごめんなさい、もう二度とショールームの途中で切ることはしないです。ダメな時はちゃんと自分の日を理解して直すので、もうこれで嫌いとか推し変するとかたくさん言われると傷つくので、もうちょっと見てもらえたら嬉しいなと思っています。はい、もう次はないようにします。ごめんなさい。ということでランキングを読みたいと思います。あと3分間に合うかな。はい、13番タナチュー、あさって
鉄の肉ありがとうございます。で2番ジャンマスありがとうございます。で1番ミヤありがとうございます。10番サクさんありがとうございます。9番 KEBNI さんありがとうございます。8番モンタットマグローマルコンディリありがとうございます。7番ムーさんありがとうございます。あ、変わっちゃった、どうしよう、時間あるかな、やばい。13番ドリームパスポートさんありがとうございます。12番ダナチョウさんありがとうございます。11番ジャンマスターさんありがとうございます。10番サクさんありがとうございます。9番モンタさんありがとうございます。8番ヒロノ先生再戦楽しかったありがとうございます。7番シゲラットマークフィッピオシありがとうございます。6番クモニありがとうございます。5番ソッチャンさんありがとうございます。今日の4番はヤマテンフリサムシありがとうございます。3番マシーン努力一定回遊解放ありがとうございます。2番ウィングバさんありがとうございます。そして今日の1番ボブさんありがとうございます。ありがとうございます。お、なんかタナチューさんなんかクマみたいなのありがとうございます。え、タワーが何だろう。あ、ボブさんタワーありがとうございます。あの、書けなくてごめんなさい、ボード。あと2分なので、はい。あさっての鉄道に向けてまた1回目より2回目の方が良かったよって言われるようにまた練習を頑張りたいと思います。いつかダンスが上手いねっていういつか言われるように、何年後でもいいから、そのために今は毎日コツコツ頑張ろうと思います。ありがとうございました。2441人の方ありがとうございます。ギフトもコメントもありがとうございます。おやすみなさい。